はい、皆さんこんにちは。7月8日金曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もアバン市カリフォルニア州からお送りいたします、こちらレキでございます。もう皆さん分かってますよね。この帽子があるということは、大谷さんはなんと19号ホームラン、ソロホームランを打ちました。素晴らしいですね。しかももう一つの良い話があります。大谷さんが投票でですね、オールスターに2度目、去年に続いて2度目まだ選ばれましたんで、今日がそのゲームの中で発表があった。発表した後にすぐにホームランを打ちました。すごいですね。やっぱり力がもらえるんでしょうかね。それからね、アポニシングル2つ、ね、マルチヒット、そしてですね、まあ、とにかくね、今日はもう当たりに当たってましたね。しかしね、まあどうなったのか、そのホームランをまず見ていただきたいと思っておりますけどね。ではどうぞお願いします。ビッグフライオタニさん、翔平すごいって言ってますね。もうこの方もサナイちゃんも元気でございます。サザエさん、はい、カウボーイハット、いいですね。まあということでございましてね、今日は喜ばしくなりました。まあこれはゲームの話もあるんですけど、今日ちょっとね、それ以外にね、じゃあ、MLB のね、トレード期限よりね、なんかね、今日のあれではね、マイク・トラウトを出した方がいいんじゃないかって言ってますから、ちょっと聞いていただきましょうか。エンゼルスが2022年の MLB のトレード期限より前にマイク・トラウトをトレードしなければならない3つの理由とは？3つの理由とは何でしょう。まあここにね、これなんか3人がすごいこうやってますけど、大谷さん、マイク・トラウトがびっくりしてますけど、英語では It is time、 もうそろそろ時間ですよって彼の。まあじゃあなんででしょう、聞きたいですね。はい、どうぞお願いします。カロスは高い期待を持って2022年シーズンに入りました、多くの人が今年がようやく角を曲がる年だと信じていました。アメリカンリーグ西地区はエンゼルス、アストロズ、マリナーズが先導する競争力のある部門になる運命にありました、しかしこの記事の発行時点ではエンジェルは4位であり、1位のヒューストンに17ゲーム差があります。しかしマイク・トラウトはまだエリートブランドの野球をしています、将来の殿堂入りの選手ですが、今年アナハイムでは依然としてフラストレーションが高まっています。まあね、どんなフラストレーション高まってんでしょう。桜ちゃん続けてお願いします。トラウトは以前エンジェルスと12年間で4億2650万ドルの大規模な契約を結びました、彼の契約はトレード禁止条項を特徴としています。したがってその契約をトレード禁止条項と一緒に取引することは容易ではないかもしれません。しかしマイク・トラウトであるため貿易ブロックへの関心の不足はありません、余計な手間をかけずにエンゼルスが2022年の MLB のトレード期限より前にマイク・トラウトを取引しなければならない3つの理由がここにあります。はい、じゃあどんな理由でしょうかね。いきましょう。さくらちゃんお願いします。エンゼルスが2022年の MLB のトレード期限より前にマイク・トラウトをトレードしなければならない3つの理由。マイク・トラウトは彼のベルトの下に立った1つのプレーオフシリーズを持っています。そしてそれは2014年に戻ってきました。 MLB は優勝チームにスターを売り込もうとしています。そうだろうね。しかしトラウトは彼の純粋な才能のために市場性があります、しかし大多数のファンはエンゼルスたちの闘争のために彼が全国テレビで放映されるのをあまり頻繁に見ることができません。なるほど、そういうことなんだね。じゃあ続きまして、さくらちゃんまたお願いします。はい。エンゼルスは MLB のためにコードを切る必要があります。トラウトは欲求不満の兆候を示しています。これね。私は認めます。これは何よりも憶測です。憶測。しかし、今シーズン、
チームが彼の周りで崩れ落ちているため、トラウトはフィールドでフラストレーションを感じているように見えることが何度もありました。今年トラウトがイライラしているように見える例をいくつか紹介します。エンゼルス放送はペゲロのティッピングピッチを分解し、中堅手でそれを見つけた後、トラウトが彼を模倣したビデオを続けました、うん、繰り返しになりますが、トラウトがアナハイムからの脱出を望んでいるという確認はありません、うん、しかし彼は過去にこのような態度を示したことはありません、うん、マイク、トラウトが先に進んで勝利のフランチャイズに参加する準備ができているかどうか疑問に思う、必要があります。まあね、じゃあね、まあこういうニュースは出してもね、まあじゃあ最後の方の部分、はいどうぞ。チームは良くなっていない、うん、ロサンゼルスが勝者を作るために必要なピッチングの深さを追加できない場合は、それを破棄して再起動する時が来ました、うん、エンゼルスはトラウトのために運搬を取り戻すでしょう。またノア・シンダーガード、ジャレット・ウォルシュ、さらには大谷翔平などのプレイヤーと取引することもできます、うん、彼らは数年以内に合法的な競争相手を構築するのに十分な見込みのある才能を取り戻すでしょう。最終的な考え、エンゼルスたちは2022年でも現実的に物事を好転させることができます。しかしその可能性は毎日減少しています。彼らは AL 最地区でさらに落ち続けています。らはマイク・トラウトと大谷翔平のスーパースターの貢献にもかかわらず、ゲームに負ける方法を模索しています。そうなんだよね、確かに。マイク・トラウトの世代に一度の才能を無駄にするのをやめる時が来ました。まあね、マイク・トラウトだけじゃないんですけどね、うちの大谷さんもね、無駄にしてほしくないじゃないのかね。まあということで、今日はね、それのね、それと同じゲームしても勝っていったんですけれどね、ここでまあもう一ついい話ね。大谷さんと、マイク・トラウトが今日でですね、発表されまして、オールスター、このセレクトで、オールスターのゲームに今日選ばれました。それは皆様の一生懸命にね、投票していただいてありがとうございます。はい、そういうことでございまして、マイク・トラウトは、10回目、選ばれて、まあね、エンジェルスでは、もう、一番多いということでございます。で、翔平大谷は DH で、2回目、ね、去年も1回やって、今後も続けて2回目、ピッチャーとヒッターですね。そして、オールスターゲームが、火曜日の、7月19日に、ドジャースタディアムで行われますよ、ということでございます。とにかく、大谷さん、おめでとうございます。もう、続けて、ですね、オールスターの、ということで、よろしさんに選ばれたことは、まあ、本当に、おめでとうございます。はい、ということで、次行きましょう。これはあんまり見たくないですね、ここは。これがね、彼がね、ちょっと帰ってきて、今日は誕生日だったんですね。そして彼がね、いいピッチングして、ゲームがずっと勝ってましたんですよ、俺ずっと見てください。で、7回に1点上げて、8回に1点、9回に3点も上げたんだよ、裏で。じゃ、どういうことだね、これはもうもう、イギリシャス、この人のね、めちゃくちゃなピッチングでね、もうやられましたね。非常にね、勝ったゲームを負けた。もう何回もこういうことあるんですけどね。まあ今日はですね、ジョナサン、マイク・トラウト、ショーヨータニ、テイラー・ワード、ジャレッド・ウォルシュ、マイクル・スタフニック、ルイソン・ゲフォー、マックス・タシー、ブランド・マーシャーはね、あまり打ててないんだよね、こう買う時ね。まあ、オリオールスに2連敗しました。かわいそうにね、リード・デッド・メリス。一体どういうことだった？まあ今日は見ればね、結構ね、打ってるのよ。見てください、皆さん。ヒット、ウィラーがヒット1、トラウトが3つ、ホームランも打ってますし、あとはね、シングル2つ。で、大谷さんもホームランとシングル2つ。これはまたこれで勝てないでどうするのよ。ワードがワンヒット、ワールシュがワンヒット。あとはね、まあこの辺がね、ステファニック、ワルケリス。ワルケリスは相変わらずダメですね。で、レンギフォもワンヒット、スタシーもワンヒット、これでマールシュもワンヒットでございます。とにかくね、大事な時に打てないんだよね、このマールシュ、スタシー。この2人はね、ちょっとね、レンギフォもそうなんですけど、はっきり言って変えてほしいものでございます。そしてね、このピッチャーも最悪ですけどね。
はい、ということでこれで。デッドミリスは6イニング投げて、2ヒットだけですよ。もうバービーク1個、7、もう0点で渡したんですよ。そしたら木原がすごいいいんだけど、何か崩れちゃってね、満塁までしたんですけど、なんとかね、1点でね、まあ、抜いた。それでテイペラスさんもね、今まですごかったんだけどね、木原さんのとこにテイペラ来て、テイペラさんもね、1点上げてしまったんですよ。だからこの辺でね、そしてね、イギリスは3点上げたのよ。ツーアウトの後だよ。もう、本当にめちゃくちゃな、あれだね。イギリスはもう本当に首玉やわっていう感じでございますけどね。それでやっぱり気持ちわかりますもん。やっぱりね、こんなことじゃいかんな。ということで、まあ、ピッチャーの方は、ということは、デイトミリス来ましたね、ここでね。チェイスの後にね。デイトミリス来たね、ここ。はい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 。そして、デイトミリス後に、このマイク・ローレンゼン、パトリック・センダーバル、まあ、この辺で行くだろうね。なんか、こう行って、こうやって行くだろうと思うんですけどね。まあ、ということで、非常に残念ではありますが、勝ってるゲームを負けてしまいました。なんでね、もうちょっとね、ボールをね、上とか下にしないんだろう。ど真ん中に持ってきたら打たれるじゃん。だそれをずっとやってね、今日あった。ということで皆さん、ホームランもその5回ですね、今日大谷さんの打席あります。打ってます。ぜひ見てくださいませ。それで僕のと、チャンネル登録もぜひお願いいたします。ということで、またここ行きましょう。はい。ということで、figured out I haven't seen him play a game since 2019, right? Yep. live in person when he was in Double A and I was with the Yankees in Hartford. It was. And when we do come back, we're going to see who will be backing up Reed Detmers on the hill tonight in Baltimore. Brandon Marsh in that 9 spot. Yes, he's got more homers than their number 9 hitter, but this is the guy the Angels are going to be facing. Tyler Wells are in.For the All-Star Game, they will be released during the broadcast. Stay tuned and find out. On a humid night for baseball, just beyond the Inner Harbor, it's game two of a four-game series with your Los Angeles Angels and the homestanding Baltimore Orioles. We welcome...Nice crowd, a little bigger than it are the switch hitting third baseman and former Oriole leading off once again for the Angels tonight. Trout, Ohtani, and Ward 2-4 as they were. Shohei Ohtani was hitless yesterday, 0-3 with a walk in the open. And it's 0-2 to Ohtani. Taps a changeup to the right side, and the Orioles have only...A little check-in for Shohei with his 10 stolen bases on the year. Getting alive, and another check-in for Shohei. Pretty quick to the plate, he has one pickoff. So, just one or two guys. Shohei runs with a big jump. Throw takes a bounce, but it's still in time to get him. And VR punches it through the left side. Stassi does the night for the whole Angel lineup.Mike sends it high and deep into the left field corner. If it stays fair, that one's got a chance to get out of here. It's a fair ball home run! I would say that's the best play in baseball. A three-run home run. 950 and 51. They're checking it, though. You do not need... Here's Shohei now.Ohtani reached on a fielder's choice. Two and two. And Shohei sends that one the other way. Another hit for Trout tonight.Running here with Shohei at the plate. I don't know otherwise. He's thinking right now, but scoring position as soon as I got there. The
Otani sends that one high and deep the other way. Hayes has a ton of room out there, and he makes the catch. Strike one from Aiken, and here is that last pulse of ballpark changing the dimension by bringing a wall in. There's an opposite field base hit for Shohei, his second knock of the game. If both hits that way, that shot. Right. Shohei swings and sends a high drive out to center field. Mullins on the run. Get out of here! It's gone! That is gone! Big fly, Ohtani shot! Shohei Segui, center field. Great at the plate. He was great on the mound. What's it like to catch a guy like that on a night like tonight? Well, Jose Mota is about to find out. Jose? Thanks, this ballpark? No. Give me that cowboy hat. See you later, alligator. 今日怒ってますからね、本当にもう。See you later, 皆様じゃないですよ。このピッチャーとせっかく勝ってたゲームをね、落としてしまいました。See you later, alligator. それでは皆様、また明日もお目にかかります。